はい。えっ、ー、とね、以前に、えー、ユミ弓ジの A3、えー大テいの C12 プロっていうね、1万円以下で買えるスマートフォンのね、カメラの機能を紹介させてもらいましたけれども、まあ、あのー、11月11日のね、独身の日に、えー、同時に3台私は中華スマホを買ったんですけども、その中でも一番高かった、これがね、2万円、えぇ、ー、シャオミの Redmi Note 6 Pro っていうね、スマートフォンになります。まあ、価格もね、まあ、要は倍以上になりますので、 もう中身とかね、あとカメラとか、もう全然ね、ワンランク上っていう感じです。で、まあ、カメラをね、見ていきたいと思います。ちょっとボケてます。はい。こんな感じでね。えー、まあ、液晶も綺麗なんで、この画面で見ても、なんかもう綺麗って感じですね。で、出てくる写真も、はい。こんな感じで非常に綺麗です。 で、ここにね、ちょっと透かしが入るんですけど、あの、ファーウェイとかでもね、ちょっといい、高級な端末は、こういう透かしが入ったりしますけれども、レドミ m ノー o 6 Pro っていう形でね、透かしが入って、なんとなく、えー、高級感を感じさせるようなね、透かしが入って、ちょっとこの辺はね、気に入ってます。 えっと、あとはですね、このポートレートモードっていうのがね、あの、一枚のカメラにも、あの、デュアルレンズでありますよ。まあ、ポートレートって言いますか、あの、動かす気がありますよって言いましたけれども、これは、あの、本当にね、ちゃんとボケます。えー、ちょっとこれ距離が近いんでね、今。あの、これだと撮影してもそんなにボケが出ないんですけども、一応でも撮ってみますか。こんな感じで。もっとね、屋外で、 えー、距離があったりするとよくわかるんですけども。まあ、この辺の背景がね、やっぱり綺麗、この辺の背景が綺麗にぼけています。これも本当にね、すごく綺麗に写真が撮れます。あとは、えー、普通の写真でもですね、ここに、これもね、流行の AI カメラ。これもね、いろんなスマート最近のスマートフォンについてますけども、 ま、AI でね、こう綺麗に撮ってくれるっていうことなので、まあ、基本、あの、入れた方がぱっと見綺麗な写真が撮れるので、まあ、スマートフォンで使う分には常にオンで問題ないかなというふうにね、思います。はい、ビデオでね、やはり安い、えー、手軽なスマートフォンにないっていうのはこのね、スローモーションじゃないかなと思います。まあ、ハイスピード撮影ができたり、タイムラプス撮影ができたりですね、この辺はやはり、 あの一番いいからね、スマートフォンにはついてないですね。あと、カメラ周りの設定もこんな感じで、えー、設定がね、できます。と一応、撮影はね、フル HD までしかできないですけども、まあ、この辺も全部ね、前も紹介しましたけど、全部日本語化が完璧なのでね。 シャオンさんの端末は本当にすごいなというふうにね、細かく、あの、ちょっとさっき、えー、以前ね、C0 Pro の作りが雑だっていう、なんかこういうね、中身の感じも雑だっていう感じありました、言いましたけど、もうこれは本当に丁寧に、あの、すぐ日本で売れそうな感じです。はい、今回は、レドミノート6 Pro のカメラ周りをね、紹介させてもらいましたけれども、やはり1万円のスマートフォンに比べると、もう、 えー、端末自体もそうですけども、カメラも1ランク、2ランク上の、えー、映像って言いますかね、非常に綺麗な映像が撮れる端末になります。えっ、ー、と、ちょっとね、やはり、そうはいっても、そのカメラアプリがどうのこうのっていうことよりも、実際出てくるね、写真とかを見比べてもらうのが一番わかりやすいかなというふうに思いますんで、まあ、またあの機会がありましたよね、これらも含めて、ちょっと外でね、一回撮影したものをご紹介したいなと思います。 はい。屋内でね、撮影したものになりますけれども、うん、やはりね、綺麗ですね。この辺のアップもね、非常に綺麗に撮れます。